この動画は、鶴巻真希と柚木ゆかりの平凡な日常を淡々と描くものです。過度な期待はしないでください。はいはい。はあ、どうしたんですか、一体。いやね、お正月にね、見ちゃったんですよ。はあ、何を見たんですか。テレビ。そりゃテレビぐらい見るでしょう。でも君、正月のテレビと言ったらやってるのは漫才か食べ歩きですよ。あの、選択肢がない。ですから私も仕方なく漫才を見ておりました。もしもし、ええ、朝から晩までテレビの前に座ってました。十分楽しんどるやないか。言いましてね。さっきから漫才口調で話すのやめてもらえます。なんでや。言いましてね。いや、もういいですから。無理してる感がひどいです。ゆかりんもやろうよ。新年早々わけのわからない漫才に付き合う気はありません。意地悪。ゲームやったりテレビ見たり雑談するならいいですから。じゃあ漫才は。ダメ。今回はプライムワールドディフェンダーズを遊ぶよ。ファンタジーっぽいということだけはわかりますが、どういうゲームなんですか？タイトルの通り、タワーディフェンス系のゲームだよ。タワーディフェンスって何ですか？え、あ、そこからか。鶴巻真希もよくわかるタワーディフェンス講座。うわ、なんか始まった。タワーディフェンスとは、拠点に向けて進行してくる敵に対しタワーやトラップを仕掛けて迎撃していくというゲーム。以上、説明終わり。はや。で、この一番最初っぽいステージを選べばいいんですか？うん、私のセーブデータだけど、ちゃんとゆかりん用に初期デッキ組んでおいたから。デッキ？実はこれ、タワーディフェンスにカードの要素を足したゲームなんだよ。この画面で出てくる敵の種類とか、サブクエストみたいなのを確認して、スタートだね。始まりました。未だに、どういうゲームか理解していませんが。まあ一回やれば、大体わかるよ。なんか英語でまくし立ててるおじさんがいますが。ストーリーとかその辺だから、気にしなくていいよ。ストーリーなのに気にしなくていいんですか。大丈夫大丈夫。クリアしたけど、なんか悪いやつ倒せばよかったんだってことはわかったし。マキさんは、性格が少し雑ですよね。細かいことは気にしないだけだし。それよりもほら、敵の進行ルートわかるかな。ごまかした。まあいいです。敵はこう、こんな感じで来るわけですね。で、こっちの拠点がここだね。それで、どれを置けばいいんですか？種類がいっぱいあるので、どれがどれだかさっぱりわかりません。基本は一番左の矢を打つタワーだね。それ以外は、足を遅くしたり、毒にしたりするよ。なるほど。戦略が必要っぽい気はしました。でもやってみないとわからないので、とりあえず矢のタワーを立てますかね。立てる位置も重要そうですが。とりあえず出待ちで。さすがゆかりん。えげつ。なんでもありません。左上の水滴が魔力の量で、タワーを立てるのに必要になるよ。じゃあ捌ききれなくなってきたら、対応を考えます。見てください。ゆかりタワーの前に、敵はなすすべもなく、撃沈していきますよ。ゆかりタワー。何か？あ、一応右上のボタンを押すと、一時停止したり、倍速にできるからね。あら、これは便利。そういえば初詣、行ったじゃないですか。え、うん、行ったね。すごい人でしたよね。長い行列ができて。まあ新年早々だったら、どこもそんな感じだよね。しかしこのタワーディフェンスというのは、勝手に押し寄せる敵を次々と倒していってくれるから楽ですね。ゆかりん、何が言いたいの？境内に浜屋を打ち出す装置を設置し、拝殿にたどり着いた者だけが参拝できるという。いや、おかしいおかしい。でも、浜屋は持って帰れますよ。ああ、確かにな。浜屋だけ持って帰れば、なんか参拝した気分になるしな。いや、ならないよ。意外と初詣とタワーディフェンスの神話性が高くて、納得しかけたけど、罰当たりもいいとこだよ。神話だけに、神話性も高いってね。誰がうまいこと言え、言うたんや。言いましてね。話振っておいてなんですけど、そこまで乗ってこられると引きます。いいじゃない。今日はそういうテンションなの。もう、めんどくさいな。処理が追いつかなくなってきたので、浜屋タワーを増設しましたが、なんだか、もう放置でも勝てそうですね。ゆかりタワーじゃなかったの。細かい。雑なのに細かい。勝ちました。毎度のことながら、最初のステージは簡単ですね。
そりゃそうだよ。私がすでにクリアしたステージだから、お金と経験値だけだけど、初めてクリアした場合は、カードももらえるんだよ。そういえば、カードがどうのこうの言ってましたね。でも、プレイしてみて、あまりカードっぽさはありませんでしたよ、と思ったんですが、これがカードですか？そうそう、使えるタワーは、カードの形で手に入るの。へえ。で、カードは合成を重ねていくと、レベルアップして強くなっていくんだよ。同じカードを合成すると進化して、ゲーム中にアップグレードができるようになるしね。なんか、カードゲームというより、ソーシャルゲームに近くないですか？タワーディフェンスのアイドル、マッキちゃんだよ。こんにちは、東北ずんこです。今日は、カードを使ったゲームということで、スチームトレーディングカードについてご説明させていただきます。このカードは、対応しているゲームであれば、ゲームをプレイ中に自動的に獲得できるものです。だいたい、プレイ時間20分から30分につき1枚ぐらいもらえます。もらったカードは、インベントリやバッジから確認できます。これは、第6回で取り上げたフラインのカード画像です。プレイしてもらえるカードは、このうち半分程度となりますので、あとは、トレードか売買で手に入れなければなりません。では、カードを集めた場合はどうなるでしょうか？こちらをご覧ください。見ての通り、カードが揃っている状態です。この状態で、バッジを作成ボタンを押しました。こんな感じで、バッジとアイテムが3つもらえます。バッジを集めることで経験値がもらえ、レベルが上がり、フレンド登録可能最大数が増えたりしますが、興味ない人には本当に不要です。アイテムの方も、プロフィールを飾る背景、チャットで使える絵文字、何かのゲームの割引券なので、興味のない人にはやっぱり不要です。割引券は、まあ、運が良ければ、良いゲームに巡り合えるかもしれませんけどね。じゃあ、カードはどうすれば、いらなければマーケットから出品できますから、小銭に変えるのが良いと思いますよ。1枚あたり、安いものは 0.1 ドルから、高いものは 0.5 ドルぐらいまでで売れます。それでは、良いスチームライフを。お相手は、マキさんよりハーレム作るのが得意な、東北ずんこでした。ゆかりん、次はボスに行ってみよう。タワーディフェンスのボスってどういうのなんです？大きいのが来る。雑だって、他にどう言えと。あれ、進路が一直線じゃないですか？ゆかりん、よく見て、進路上にタワーが置けるでしょ。ああ、相手のルートを変えてしまえるわけですね。じゃあ、徹底的に迂回させて時間とダメージを稼ぐには、こんな感じでしょうか？相手の足を遅くさせて、炎をたくさん浴びせつつ、毒と浜屋で削る作戦です。いいんじゃない？ゆかりんだし、なんでもないです。魔法も惜しみなく使って、直接攻撃もしていきますよ。しかし、さすがボスだけあって、全然削れませんね。ほら、初詣行った時も、おみくじのところで妙に動かない人いたじゃない。そういえば人混みに揉まれながらも、微動だにしていませんでした。あれがボス。そうだったんですか。私は、てっきり巫女さんに見とれてるのかと。そういう見方もある。人混みも寒いのも嫌いなのに、よく毎年初詣だけは行くよね。まあ、毎年恒例ですから、仕方なくですよ。仕方なく。着物の人も多いから、胸が小さくても溶け込めるもんね。え、うん？ワンモアプリーズ。私たちも、たまには着物着ていこうよ。着物ですか。新しいのを買わないとないんですよね。着物なら、胸が小さくてもバレないし。え、うん？え、おお、やった、私すごい。せっかく人が喜んでるっていうのに、あんまりじゃないかな。似合ってますよ。嬉しくないやい。まあ、その話は置いておいて。ボスが折り返し地点を過ぎましたね。今回は拠点から何かを奪って逃げ切られたら負けだからね。賽銭泥棒を。なんと、このままでは賽銭が持ち去られてしまいます。しかし、相手の体力は半分に切ってますから、ギリギリクリアできるかというところですね。マキさん、マキさん、盛り上がる音楽をお願いします。了解。
あ、ダメです。この曲ダメです。いい思い出がありません。わがままだな。え、あ、おみ、これかける曲でしょうか。いいからいいから、逃げ切られちゃうよ。う、あっと少し、あっと少し。はぁ、タワーの射程が切れた。魔法はまだチャージ中。リン、デッキを貸してください。え、何？マキさんのデッキを貸してください。は、はい。やった。ユカリンが満足ならそれでいいや。楽勝でしたね。お、おう。どんなタワーが出てくるんだろうって楽しみになるゲームですね。そうだね。でもそんなに種類が多くないのが残念なところかも。そうなんですか。むしろ使えるカードと使えないカードの差が激しすぎるのかな。基本的にレアリティが高い方が完全上位だったりするしね。ちょっと惜しいところがあるゲームという感じですね。そうだね。なんだかんだね、私は結構ハマったけどね。それよりこの後どうする？特に用事もないですし、このままダラダラしますか。漫才。ダメ。ところでマキさん、今年の初夢はどうでした？それがですね、抱き枕の中からリズムちゃんが飛び出してくる夢で、リズム星人の中からリズムちゃんがっていうダジャレかと思いまして。初笑いが初夢の中というわけですね。こりゃめでたい。そう思って目を覚ましますとね、合うわけですよ、目が。まあ、どこが目だかわかりませんが。そこでふと気になった。本当に中に誰かいるんじゃないかって。マリーさんとか。そう、あなたがこの間そう言って脅すもんですからね。私気になりまして、リズム星人の中を見つったんですよ。そしたら何が？いや、これね、ここで言っていいんですかね。いいですよ、どんどん言ってください。綿がね、詰まってたんです。いやいやいや、当たり前でしょう。抱き枕なんですから。なんでそんなに溜めたんですか？ほら、子供の夢壊したくないですし。リズム星人の中の人を気にするような子供は存在しないと思いますね。いませんかね。子供に鼻で笑われるレベルです。まあそうですよね。で、安心して抱き枕を戻して一息ついたんです。そしたらメールが来まして。ほう、誰から？マリーちゃんからですね。いくら私でもそんなところにいませんよ、かっこ笑いって来ましてね。え、それもそうかって、大笑いですよ。そんな新年早々の初笑いでしたとさ。へー、